いや、それこそスチームデッキとかでマイクラの Java 版遊べたら、旅行先でもアスクラ入れたりするじゃないですか。確かそに。れやれたらいいのになと思って。まあ、逆に大画面だからね、マイクラがもしね、スチームあったらね、できますけどそうね。なんですよ、スチームそんなぐいらんいですの。よね。アップルウォッチと同じ流れになる。アップルウォッチな。アップルウォッチと違って、持ってればどっか行くって時に持ってく可能性あるからね。まあね、まあね。あれ？今ちょっと、垂れ込みが。ちなみに、アップルウォッチは充電が切れてからそのまま放置されてます。おや？なんかね、動かないんですよね。いや、充電が切れて、故そ障のかまな？ま放置。故障じゃ、充電切れですね。放置されてる。おや？いや、その、じゃあ、言っていいですか？はい、どうぞ。大原麺。ぶっちゃけ、スイカにでしか使ってませんって言ってました、この前。あんなに熱弁してた、大原麺が。あんなに、ね、アップルウォッチ、アップルウォッチと。言ってた、言ってあんた。なに言ってた麺が、ゾウさんごめんなさいと。正直ぶっちゃけると、これ、スイカでしか使ってませんって、今。おい。そういう、いや、おだいおいおいそうなんおいおいおい。ですよ。アップルウォッチって基本そうなんですよ。結局確かに動画見てたの。LINE もあれでしてたもん。でもそれで言うと、たまに、ボンさん気づいてるか知らないですけど、みんなとの LINE のところ、たまに、面、了解ですってたまに来てるんで、あれはアップルウォッチで返あれしてアまプす。ローチか。なるほどね、なるほどね。了解ですだけはアップルウォッチで返してきてる。結局そうか。今日もご視聴ありがとうございました。よければ他の動画もご覧ください。最新動画もチェック。ドズル社の切り抜きチャンネルもぜひ。